イエーイ、張り切っていきます。13番目のデコスターンデコったよ。ほんと散々苦労して手に入れたのよね。だよねだよね。あ、何あの屋根すごい大きい。古いお城ね。昔からここにあったみたいだけど全然気づかなかったわ。この橋渡るべからずって書いてあるわよ。ああ有名なトンチだよね。橋を渡っちゃいけないなら真ん中を行けばいいってやつよね。よーし行ってみよう。このお城絶対何かあるよね。まさかここにもデコスターン。やみ話は聞かせてもらったやみ。そうと決まれば私たちが先にデコスターンをいただくったら。それやみ。危なかったじゃん。本当にダメだったのね。だから渡っちゃダメだって書いたのに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。忍者が城で目立ちたいデコ。くっくっくっくニック殿ちゃんとしてくれなきゃ困りますぞ。ようやく僕たちが活躍できる時が来たんだわ。決めるところは決めなきゃだわん。ごめん、ユウク、カイト。僕、高笑いとか生まれて初めてやったから。まあまあ、気を取り直して、例のやつ言っとくわん。おう。ニック。ユウク。カイト。我ら、知る人ぞ知るってことは全然ない天才忍者トリオ、その名もトライアングルニート。決まった。いろんなアニメを見て決めポーズを研究した甲斐がありましたな。とうとうこれを人前でやる時が来たんだね。その通りだわ。うわっ、あの時だってこの城を偶然見つけて忍者の力を手に入れた僕たちは天才忍者として活動してきたんだわん。もともと目立たないとか地味とか存在感薄いとか言われてきたからね。
忍者はまさに天職ですぞ。でも本当は目立ちたい。だからこそあの侵入者はチャンスなんだわん。かっこいい忍法であいつらをやっつけて僕たちの印象を刻みつけてやるんだわん。リガー出陣。じゃあさ泳いで渡ろ。だからさっきから濡れるの嫌だって言ってるでしょ。うん、さっきはいやーダサいーって言ってた。さあ声をかけるんですぞ。ダメ、僕こういうの緊張しちゃって。腹をくくるんだわん。最初のセリフはようこそこの城へだわん。よくぞ。何か音が気のせい？声が裏返っちゃった。どんまいですぞニック殿。そうだ、この岩の上でいきなり忍術決めたら目立つわん。ナイスアイディア。こういう時に使える忍法ってなんだっけ。川を渡る今ですぞ忍法水雲の術闇。クタダッチ、オパール姫乗せて欲しかったダッチ。二人は定員オーバーだろ。にん、じゃーん、ダッチ、おりゃあ。闇に生きる忍者のことは同じく闇に生きるダークエンジェルの俺様に任せる闇。水雲という道具を使って水の上を歩く、それが水雲の術闇。闇知識闇。今は忍者だから忍知識だっち。アホだっち。忍法揺れ動く乙女心の術。闇揺れるだっち。今のうちよ。よし、水雲の術。せっかくだからデコってみました。かわいい。でから、さあ私たちも行きましょう。これは忍者七つ道具の一つ、鍵縄闇。こんな風にして高い壁を乗り越えるのに使う闇。闇と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 闇。しょうがないったら、私の縄を使うったら。え、オパール姫優しいだい。さっさとするったら。なに、どうすればいいの。確かこういう時は水遁の術を。挨拶できなかったわ。天才忍者はつらい。目立ちたくても目立てないんだもん。こうなったらお城に侵入したあいつらを忍法でかっこよくやっつけるでさ。手分けしてデコストーンを探しましょう。ささ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 、待て待て。もう追いついたから、これでも食らえたら。これはまきびし闇。トゲトゲしたものを道にまくことで追っ手に怪我を負わせる闇。認知識闇。いやーたー、ロビー大丈夫？ういういうう、オパール、どうしてこんなひどいことすんの。ひどいのはあんただったら。あの橋が危ないって知ってたのにわざと黙ってたったら。やつらの一人を手裏剣でやっつけてからかっこよく登場してやるんだ。そんなことしないよ。この橋渡るべからずって看板もトンチ問題だと思ってたし。看板、やっぱりあの橋が危ないって知ってたんだったら。
あいつは危険すぎる。確かに看板のことはオパールに言わなかったよ。あいつならわかったよ。一歩高速飛び出す術今だ。すごい闇。まだまだ足りなくってよ。こうなったらあいつでいっか。アセヨン、えい。落ちてたものを食べちゃいけないから。落ち込むことはないですわ、ニック殿。ここで奴らが倒されたら拙者とカイト殿の出番がありませんでしたからな。ワンワン。そうだよね。恐怖は始まったばかりですわ。あ、デコストンレーダーが反応してる。何？天使閣よ。闇だらだっち。お城の中は迷宮だっち。このままじゃ迷子になるったら。それなら五色米闇。五色の米粒を使って道しるべにする闇。あ、よいしょっと。五色米じゃないだっち、おはぎだっち。いや、みみ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 、漆黒のダークエンジェルコール様が黒以外の色を使うわけないやみ。さすがコール様ったら。上皇やみ、これで安心ったら。いや、みみみみみみ、おはぎのとろバカやぶやぶ。だー、何してるったら。くるくれみの術、気づいておらぬな。大事なおはぎを、あんたの友達が拾い食いしたんだったら。そうなの。やぶまた。キュー、もう許さないから。この煙玉を使って目をくっ。はぁキューよけるな。だって突っ込んでくるんだもん。たらこの壁がどんでん返しになっているのよ。どんでん返し？教えてやるやみ。壁が回転するようになっていて、忍者が逃げたり隠れたりするのがどんでん返しやみ。認知式よみ。へえ、この子はどうなってるの？オパール姫。未熟者やみ。隠し通路よ。どこまで続いているのかしら。よし、行ってみよう。ちっこい部屋に出ちゃったね。茶室よみ。趣があるわね。お城から離れちゃったわね。どうしよう、天守閣にデコストーンがあるのに。ん？インフォー大タコの術やみ。タコを使えば天守閣までひとっ飛びやみ。やみみ。あんたたちはそこでお茶でもすすってなさいってら。ああ、私たちも早くタコで。任せて。ちょっと待ってルビー。ルビーがやると空飛ぶ方じゃなくて海に。インフォー大タコの術。タコ焼き。わん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 。侵入者どもよ、お前たちの命はここで終わりだ。よし、セリフもバッチリ決まったわ。あ、これじゃ見えないわ。どうしてこんなことになってるんだわ。こうなったらたこ焼きとたこ焼きの隙間からこの吹き矢で。このたこ焼き風船だわ。侵入者よ、僕と勝負だわ。わあ、ルビー、ちゃんと空を飛べるものを出してたんだね。やだな、照
ト殿もダメだったようですな。どうせ僕たちは目立つことができない宿命なんだ。はあ、そんなことないわ。僕たちには天使閣があるわ。そういえばそうですぞ。あそこなら絶対に目立てるよね。ここが天守閣？どうなっちゃってるの？闇。あ、いた。もう来てったら。闇。あっち。デコストーンはまだ見つかっていないみたいね。ちゃんと高笑いできてた。完璧ですぞ。くるくるやめてよ。よし、次はなんかかっこいいこと言うわ。よくここまで来たな。褒めて使わすみたいなやつですな。いよいよ盛り上がってまいりましたぞ。僕台本書いてきたんだ。カイト君お願い。任せるわ。ああ、君は儚い愛に傷ついた堕天使。壊れそうなほど抱きしめてもガラスの翼は定めという名の鎖にとらわれて、おお、ロンリネスがある。君を守りたい。何これ。これは僕がいつかバンドをやる時の歌詞の音だ。ニック殿、続きも知りたいでござる。やめてよ。良いではないか、良いではないか。出てこないみたいだから行っちゃおう。ダメ、中にないなら外かもね。ダメ、大変。みんながどっか行っちゃうわ。どうしよう。ここで目立たなかったらもう終わりですぞ。そんなの嫌だ。もうお前誰とか顔と名前が一致しないとか言われたくないですぞ。今日こそ絶対に目立つんだわん。忍法、とにかく絶対目立つな術。何が起こってるんだったら。これだけ大きくなれば目立つに決まってる。とうとう戦車たちにも見せ場が来た。なんだろうね、あれ。そう、お城が壊れるのかと思ったけど、そうじゃなかったみたいね。それならいい。もう一度天守閣でデコストーンを探したら。翼はずるい。忍者が翼はずるいよ。あ、おっと、行かせるわけにはいかない闇だち。へえ。おお、ルビー、オパールより先にデコストーンを手に入れて。いけー。うわー、忍法ムササビ投げて。できたー。ひぃー。ねえ、こんなに大きくなったのに結局全然注目されてないよ。僕たちと戦ってほしいわ。こうなったらついにあの必殺技を使うですぞ。せーの、忍法究極超時空破壊光線の術。ルビー、あんたはどこまで私の邪魔をすれば気が済むから。邪魔をしてるのはオパールたちの方でしょ。見たか、我らの術。違うったら、あんただったら。おい、あいその角をたんこぶって言ったのは何回も謝ってるじゃん。謝るのは当然だな。でも謝ってもらったところで私のヒロインとしての美しい人生は返ってこないんだから。誰か助けて。ニャーニャー。あれ、ルビー透明になってる。お、あれはデコスト。あれ、戻っちゃった。ダサさからの解放ね。どう
城が消えたということはデコストーンも。デコストーンならルビーが手に入れたよ。バラバラの嘘をつくんじゃないったら。コール様、帰るったら。いや、ミミ、デコストーンが逃げてしまうほどの恐ろしい力を持つ自分が怖い闇。本当なのにの。このデコストーンは忍者みたいに目立たなくなる力を持ってるのね。でもルビーに自分の存在を気づいてほしくて、私たちをこの城に招いたのかもしれないわ。なんだ、そうだったのか。拙者たちが目立たなかったのはデコストーンがある城にいたからなんですな。ということは今なら絶対に気づいてもらえるはずだわん。ニック、ユーク、カイト、我ら知る人ぞ知る天才忍者トリオ、その名もトライアングルニート。お、僕は気づいてた。ダッチ、君たちのこと。お、見てる人はちゃんと見てる。ダッチ、だから目立とうなんて無理しなくていい。ダッチよ、人それぞれ十人十色。ダッチ、この人なんて名前だっけ。デコストーンが透明だったから見逃しただと。この愚か者が。やりませんよ。罰を与える。闇、お前にはダンボールすらもったいないわ。トイレットペーパー、ひどすぎる闇。闇、ぐちゃぐちゃになった闇に、溶けちゃった。